静かなる防衛の時間です。今日は F-35 ステルス戦闘機米軍基地に到着。韓国に未だ引き渡されていない状況、今後米中貿易摩擦に板挟みか、ファーウェイがについて話していきます。韓国に F-35 ステルス戦闘機が到着しました。2019年3月29日、2機の F-35A ステルス戦闘機が韓国米軍基地に到着、着陸しました。それで引き渡しが計画なら5月が引き渡し、のはずでしたが、もうすでに6月、まだ引き渡されていません。年内には10機の F-35A が韓国に到着する予定です。しかしながら、今韓国は米中貿易摩擦により板挟みとなっています。もはやどっちにつくこともできないでしょう。中国の中国、アメリカ、5G 構想が激化しています。今後この次世代の 5G をどちらが世界でシェアを奪えるかで大きく未来が変わってきます。この未来が変わる 5G ですが、やはり中国は安い、高い、今もって韓国は中国にたくさんの IT 関連部品を納めています。韓国とアメリカは同盟国、しかし経済は中国頼り。ムン・ジェイン政権の判断以下では韓国の未来は大きく変わる。この 5G ですが、次世代の高速通信で 4K 動画など
サクサクと見れるようになってきます。 5G が使われているのはドローンの映像転送周波数で 5GHz を使っています。その5ギガをスマホでも使うという話です。普通は免許がいるんですが、 5G に関しては免許は不要。中国とアメリカ、その中心が Huawei、 Huawei の5ギガ通信網が非常に安く性能も高い中国製品の工場、米国の製品の高さ、安さ、やはり一般的に考えても日本でもソフトバンクが Huawei でした。しかし今では Huawei は使わず、スマホでも使用しない見通しです。ドコモ、au、 3社ともファーウェイは取り扱いません。韓国の経済そのものは中国の輸出に頼ったものです。サードミサイルを韓国国内に配備したことで、中国から旅行や渡航の禁止の処置を受けています。中国も今回本気になるでしょう。韓国の板挟み状態から脱するにはどちらかを選ばないといけません。しかし経済を取るか同盟を取るか、果たして興味があるところです。日本はファーウェイを排除する意向です。韓国にはやはりそれはできないでしょう。サムスンや LG などファーウェイに頼っている部分がかなり大きいのです。サムスンのスマホのシェアも中国が一番で、日本はほとんど購入されてない状況です。確かにサムスンは使いませんね。
今後韓国としてはどちらにするかで大きく割れてくるでしょう。韓国国内もあれだけ暴動が多い国です。このままで終わるとは限りません。一般的に同盟国を選びますが、中国をもし選んだ場合は北朝鮮と同じような状態に陥るでしょう。サッカーの試合でもトロフィーを踏みつけて問題にもなっています。韓国と人々の道徳が今後どう変わっていくかで大きく未来は変わってきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。